こんにちは、メリスです。私のチャンネルを見てくださりありがとうございます。先週のビデオの最後に、この2つの箱から、それ組の夢城彩さんと月組の風間優乃さんの名前が書いてる紙が選ばれましたので、今週はその2人についてお話しますね。でも、最近気づいたことは、思わず私のビデオはいつもとっても長くなってしまいますね。私は普通にいつも喋りすぎる人なので、どうやったら短く話せるかわからないんです。すみません。今の考えは、日本語のビデオは2回に分けてアップしようと思っています。そこでこのビデオは前半になるので、今年のこれからの宝塚公演について少しお話しますね。そして後半のビデオでタクルジェンについてお話します。このパターンを続られるかどうかわかりませんが、今回やってみようと思っています。では、今週の前半のビデオで言った通り、今年はたくさん素敵なタクルズク公演を楽しみにしておりますので、今年のこれからのタクルズク大劇場と東京タクルズク劇場公演についてちょっと話したいと思っています。私はいくつ公演が見に行けるか全然わかりませんが、見に行けなかった公演の写真とビデオだけ見られたとしても、全部の公演を応援したいと思っています。まずは今年のタクルズクリビューのポスターです。とってもかっこいいですね。実は私は明るくてカラフルなものが大好きなので、去年のポスターの方が私のお気に入りなんですが、やはり今年のはとってもスタイリッシュでクールですね。赤い旗と男役の衣装があるので、ちょっとスペインの闘牛士風だと思いませんか？そして最近タクルズクのサイトでスターのページの写真も変わりましたね。やはり今年の色は赤と黒と金ですね。皆さんどう思いますか？今年のこれからの声について話すと、まずは雪組の Once Upon a Time in America ですね。もう大劇場の期間が終わりましたが、東京劇場の期間を楽しみにしています。とってもかっこいいギャングのストーリーなので、ぴったり雪組に似合うと思っています。そして、私は3ピーススーツが本当に大好きなので、写真と動画を見ただけでも、男役の一生にとっても夢中になってしまいました。最後に、いつもフートのぞみさんの素晴らしい演技と、マヤキーホさんの、魔法的な歌声をとっても楽しみにしていますが、もちろん、浅見淳さんの娘役が本当に気になりました。写真と動画を見たとき、こんなに美人でセクシーな女が本当にいることがまだ信じられません。浅見淳さんをこの役に抜擢した人は本当に天才じゃないでしょうか。そして次は星組の幻影の谷とレイですね。レイマコトさんと前空ひとみさんの新しいコンビの初舞台なので、ドキドキして早く見に行きたいですね。去年のエクレブリアンとロックオペラモッツァルトで、その二人の踊りはとっても美しくて、いつも映画にさせてくださいましたので、特にその二人の踊りを楽しみにしています。そして、また一緒について話すとすみませんが、私は宝塚の公演で中国の衣装はとっても綺麗だと思います。幻影の谷は幻想の世界の公演なので、このような演技は、星組にぴったりだと思います。その後で花組のハイカラさんが通るですね。とっても可愛くて楽しくて、明るい公演だそうなので、とっても期待しています。実は私はこのような明るい公演が本当に大好きなんです。私は2017年の声を見ませんでしたので、まだわかりませんが、とっても温かい気持ちがお客さんに届けられていて、たくさん笑うことができる声みたいです。2017年の声を見た方、どうでしたか？
そしてちょっと小さいことなんですが、アキラさんのクリクリしたロングヘアをとっても楽しみにしています。ちょっとアキラさんのとってもかっこいいお姿とクリクリした髪はイメージが違うので、楽しみで絶対に可愛いと思います。次は月組の Welcome to Takarazuka とピガル協奏曲ですね。とっても面白いですね。私はいつも玉木宏さんの演技を見るとすごく癒されますので、東京ではオリンピックの準備中でとっても忙しい時期ですが、月組の公演を見に行けたらとっても嬉しいです。そして私はシェイクスピア原作、特にシェイクスピアの喜劇が大好きなんです。ピガール協奏曲はシェイクスピアのジュニアという劇に基づいた公演で、とっても楽しくて賑やかでロマンチックな公演なので、とっても楽しみにしています。実は私の母はシェイクスピア原作の舞台の女優でしたので、私は子供の頃からずっとたくさんシェイクスピア原作が見られたんですが、タックルズクのバージョンはどう違うのか本当に気になります。ジュニアで女性のキャラクターは男性の仮面をつけますので、タックルズクの公演で絶対に楽しくなると思います。とっても明るい喜劇の後で、それ組のとっても切ない悲劇、アナスタジアになりますね。皆さん、アナスタジアのアニメの映画を見たことありますか？本当に素晴らしくて感動的な映画ですね。アナスタジアのストーリーの美しさのあまり、公演中私は絶対に泣いてしまうと思います。そして星風間どうかさんはとっても強くてパワフルな娘役なので、アンニャの役はまどかさんにぴったりだと思います。そして風すずほさんはとっても可愛いデミトリーの役になりますね。次は雪組の FFF とシルクロードですね。フートのぞみさんとベートーヴェンの役は素敵なマッチですね。ベートーヴェンのストーリーはとっても面白くてすごいですが、ちょっとヘビなので第2幕は、エグゾティックなレビューがあってとってもいいと思います。そしてダイモンさんとマヤさんが一緒に対談される公演になりますので、絶対に印象深い公演になりますね。次は星組のローミオとジュリエットです。もう言ったことですが、私はシェイクスピア原作が本当に好きなので、もちろん楽しみにしています。そして私は2010年の星組の公演の動画を少し見たことがあって、とっても美しくて素晴らしい公演みたいです。でも私の心配は、ロミオとジュリエットのストーリーはとっても切なくて悲しいので、見に行った後で、落ち込まずにいられないだろうと思っています。家に帰ってから、なんか明るい公演の DVD やマスクレードホテルのブルーレイを見るかもしれません。最後は花組のオーガススとクールビーストです。公演の発表を聞いた時ワクワクして、もう2020年の暮れにならないかなと思い始めてしまいました。孔子大、特にイタリアやギリシャの歴史はとっても興味深いですね。でもそれはもちろんですが、良くないかもしれませんけど、花組、特にアキラさんのローマの一生を想像したらかっこよすぎて、この壁の全部は花組の公演の写真になってしまう可能性が高いんですよ。10月まで待つことは本当に無理なんです。そしてクールビーストって、野獣のような踊りは、ユズカレーさんのイメージにぴったりですね。では前半のビデオはここまでです。見てくださりありがとうございます。今年のこれからの各公演はとっても面白くてユニークそうだと思います。とっても楽しみにしています。
後半のビデオで空組の夢城彩さんと月組の風間優乃さんの特別な魅力についてお話しします。興味があったらぜひご覧になってください。 See you then!